Yeah.
2度の逆転にバントで貢献した安田選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。昨日ファイナルステージの初戦を取れずに迎えた今日の一戦、6回9回と2度の逆転を経てものにしました。その逆転に安田選手がいずれも貢献しました。喜びどう感じますか？そうですね、本当に最後まで、粘って粘って、取れた試合だと思うので、いいところで出てよかったなと思います。まずは9回粘って和田選手の盗塁もあって同点に追いつきました。あの一打はどう振り返りますか？そうですね、ランナーは和田さんだったので、なんとかこう返したいという、その気持ちで打席に立ちました。あのファーストベースに当たって抜けていったと思いますが、タイムリーになると分かった瞬間、気持ちはいかがでしたか？いや本当フェアかファールか分からないところだったので、本当にラッキーな当たりでしたけど、嬉しかったです。その後代打の山口選手が犠牲フライ、回を通じては逆転となりました。6点目が入った時はどう感じましたか？本当に、チーム一丸となって、勝てた試合だと思うので、こういう試合が、できるということを自信にして、また明日から頑張っていきたいなと思います。ファーストステージでは自らの劇的なサヨナラタイムリーがありました。今日も9回チーム追い込まれてから力を見せました。そのことについてはどう感じますか？いやもう本当にマイナスに必死にやっている結果だと思うので、まだまだ、明日からも全然続くので、明日からも貢献できるように頑張っていきたいなと思います。最後にまたいい勝ち方をして一勝を手にしました。この一勝の意味、そして明日以降の戦いに向けて最後メッセージお願いします。そうですね、今日勝ったんですけど、まだ、リードされている、立場が変わらないと思うので、まず明日勝って、コップに戻して、頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。安田選手でした。